どうも、ビタズファクトリー工場長、ビタでございます。よろしくお願いいたします。今回ですね、エプソン CP700Z という機種を紹介したいと思います。エプソンと言いますと、ちょっと前にですね、L410 というちっちゃいカメラ、ちっちゃいって、まあこれに比べるとちっちゃいカメラ、をレビューしまして、で、思ってたよりですね、いい写真が撮れるカメラで、まあエプソンのカメラは今まであのジャンクで見かけてもほとんど無視してたんですが、その L410 使ってからはもうエプソンのカメラ見つけたら買うように、してて、でこれが僕の持ってるエプソンのカメラでいうと3代目の、機種でございます。 100万画素レベルですかね。130万画素ぐらいですかのカメラで、ズームがついてるんで 700Z という文字がついております。 CP500 ですねと比べると結構進化してまして、電池蓋はですね、このロック機構がついててオープンにすると勝手に開くと、めっちゃ開けにくかったんで、ね、CP500 のバッテリーの蓋は。で、あとコンパクトフラッシュはこういう風にちゃんと蓋がつくということで、進化しているカメラですね。でもう一つ、液晶がすごいんですよ。ハイブリッド TFT とか言ってバックライトオンか自然光を取り入れてあの液晶を見るモードかっていうのが選べるという、ことでびっくりしました。ここからね、自然光、まあ日中とかだとまあそこそこそれでも十分かなというところはあるんですが、液晶をですね、まあ、この自然光を取り入れるモードにしてたとしてもバックライト使ってたにしてもかなりあの電池に関してシビアで、液晶をオンにとりあえずしてるとズームできないという、状態で、一応フル充電したであろう電池を入れて使ってたんですが、毎回ズームしたら画面消えてなんかフリーズみたいな感じになって、でちょっとだったら画面ついて、でまたズーム押すと切れてみたいな、ことで結構不快な思いをしたカメラでしたね。でここですね、ダイヤルで 再生モードとか、電源オン、オンっていうのは液晶がつかない状態でオンになると、でビューっていうのは液晶ついた状態でオンになると。で CP500 と結構似たような感じなんですが、星がですね、画質でモノクロも撮れると。あれ聞かなくなった。まあなんかこう動作がすごい重いっていうのも、ちょっと不快でしたが、あとはフラッシュでセルフタイマー、前まではマクロがここにボタンついてたんですが、マクロモードはもうここについてなくて、でここのモードというのでですね、あれついてんのかな液晶今、あついてましたね。バックライトオンにしてみました。でモードでマクロとかパノラマ、パノラマまたあの切り出しですよね。でデジタルズームっていうのが、切り替えられるようになってます。ファンクションっていうのはあんまりわかんないですね。ああそう、液晶オンにした状態でズームするとおかしくなるっていうか、あのなんか画面が消えちゃうでズームできなくなる、まあ故障とかではないとは思います。こういうもんなんじゃないかなと思いますが、でここですね、 SEL セレクトボタンですかね、押しますとメニューが出てきまして、撮影設定でセレクトも押すと内容まで入ります。ハイパー撮影、オートメニュー、オートマニュー、マニュアル、マニュアルはホワイトバランスとか、露出補正、撮影感度が選べると。まあちょっとだけいじれるようになりましたね。 CP500 と比べると
ハイパー撮影っていうのは画素保管で300万画素か200万画素に、できるというもので、まあいい結果は多分生まれないと思うんで、使ってはないですが、で、あと機器設定とか、機器設定ですね、なんか省電力とか一応ついてます。 LCD の明るさで、情報表示、まあ簡単カメラですよね。でプレイ、ここでプレイに合わすと、多分これ一応4メガぐらいの内蔵メモリーが入ってるんで、前の持ち主が撮った写真ですね。これ多分工事現場で使われてたらしいですね。高知って書いてましたね。平成15年1月11日、約10年前ですね、使われたみたいです。で、まあそれは別にいいんですけど、メニューを押すと、これは CP500 と共通の、ものですね。スライドショーとか拡張機能。拡張機能がね、いまいち理解できないんですが、なんかこうソフトを追加してとかでなんかできるんじゃないかなと思います。ハイパーって何、すでに実行済みです。なんかいろいろと、パソコン経由で、機能を付与できるという、拡張機能っていうのがついてます。まあ、他のカメラでこういうのはあんまりないと思うんで、面白いですね、こういう機能がついてると。ということで、まあ液晶オンでズームできないっていうのが結構痛いですけど、一応まあ実像ファインダーはね、素通しのファインダーついてます。でズームも連動してしてくれるんで、まあ、使えなくはない、っていうカメラでしたね。撮れた写真に関しては、まあどうなんでしょうね。色の出方とかはまあそこそこ頑張ってるかなという印象では、ありましたが、まあご視聴いただきまして、作例をね、まあどうなのかというところは、見ていただいた方それぞれで思っていただければと思います。まあ撮影する時間があまりありませんでしたんで、まあ、夕方から夜にかけて、ですので、作例も似たような作例ばっかりになっちゃうんですが、よろしければご覧ください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。